当にもうやばいぐらい雪が降ってて、広島だけじゃないんかな、全国的にほんまにね、やばいです、こりゃ。こりゃやばいですよ。積もってる。なんか広島市内が積もることってあんまりないんですよ。あんまり私も見たことなくって、広島に生まれ育って。そう。でもすごい、ホワイトクリスマスになりそう。なると思う、多分。なんか今日が多分一番寒いらしくて、めっちゃ積もってます、本当に。そうなのよ。ねえ、明日どうなんだろう。でもちょっと雪降ってるんじゃない？本当にびっくりした。雪だるま作れるレベル。あ、作れます。なんか今日レッスンがあったんですよ、明日のクリスマスコンサートに向けて。で、なんか玄関らへんのところに、そのところの、雪だるまがあって、あ、なんか誰かその辺のちっちゃい子が雪だるま作ったんかなって思っとったら、それ研究生ちゃんたちが作ったらしくて びっくりした。なんかダンスの先生が休憩時間に「雪だるま見てくるね」って研究生ちゃんたちに言ってて、そう、盗み聞きしたんですけど びっくりした。かわいい、元気だ、なんて元気なんだと思いました。私はもう一目散に室内に入りたくて、本当はメールとかで送ろうかなと思って、その誰が作ったかわからない時に雪だるまの写真撮ろうと思ったんですよ。でもちょっとそれすらもう、あ、皆さんギフト投げないでください ギフト投げないでください ギフトを投げないでください すいません ギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。ごめんなさい ね、もう感づいた方いらっしゃると思うんですけど、補習はください 問題にさえ投票、あ、ギフト投げれなくなるの？アンケートにしとこう。今日誕生日、お、パフィンさん誕生日おめでとうございます。おめでとう。裏技よ、そうなんじゃ、知らんかった。星も投げれん、あら。でもまあ まあまあ、おめでとうございます。ですね、先ほど6時に STU の公式から気になるアンケート アンケートは全く意味のないアンケートです。そう、お好きな色に投げてください 6時にSTU の公式ホームページで発表があったんですけど、ナイーブさんとのタイアップ企画で、ショールームのでみんなで競って1位から5位になった人が PR アンバサダーになれるっていうイベントが25日から始まるんですけど、
参加させていただきます。そう、参加させていただきます。そう、詳細を言いますと、そう、25日の17時から31日の19時59分、まあ、8時までがイベント期間で、でショールームイベントで競うんですけど、それの1位か5位になれたら、まず楽曲と楽曲をいただけるんですね。でそれが WebCM、 ナイーブさんの WebCM にの曲になってアンバサダーとしてやらせていただけるのと、あとは9枚目シングルのカップリング曲にその曲が入ります。で衣装とミュージックビデオも撮影させていただけるというやつです。そう、それが2023年の3月から9月までの半年間 WebCM とかさせていただけるっていうやつで、あとね、さらっと皆さんのあの発表には詳細のところにさらっとメディアにも出るみたいなあったんですけど、そのメディアっていうのも私はすごいびっくりして、えっ!ってなりましたっていう、このメディアすごいって思いました。えっ!ってなりました。そうっていうイベント説明をさせていただいたんですけど、そのイベントに参加させていただきます。そう、すごい自分の活躍の場が広がるって思ったし、皆さんに嬉しいお知らせとかもたくさんできるなって思ったし、なんかショールームイベントとか今まで1回しかしたことなくて、一番最初にめめめめが出るかっていう、あの好きな種の時にショールーム選抜、そう、総選挙の時受験、ほんまに5年はいかんけど、いやそれぐらい前、4年半前ぐらいに一回して、それ以来のなんですけど、これは1位から5位が選抜として入れるんですけど、1位を目指したいと思っています。これショールームのイベントなので、ファンの方のなんていうんですか、応援がで決まる感じなので、すごく負担になってしまったら本当に申し訳ないんですけど、でも
本気で頑張りたいと思っていますので、皆さん応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、私も何故本当に久しぶりで右も左もわからない状態なので、ちょっとね、多分皆さんの方が詳しいかもしれないぐらいあれなので、そう、今日は勉強会というか、あの1日3時間までなんですよ。それをどういう風に細かくしたらいいのかとか、あのどういう時間配分をしたらいいのかとか教えていただけたらうれしいんですけど。3時間制限のイベは初めてだよね。そうですね、前回 4,5 年前に参加した時は時間無制限でずっとやってたんですけど、3時間イベント期間25日から31日まで、なんか丸1日空いてる日とかは多分ほとんどなくて、確かでも1日3時間は絶対できると思う。もし丸1日空いてたとしたらどういう風に空けてやったらいいんですかね。朝昼晩とか、なるほど、基本的に1時間配信を3時間以上空けてやったら効率いい。夕方メイン、ちょっと書きますね。1時間を3時開けて、時間あるなら細かく開けた方がいい。夜はまんべんなく30分を6回。夜は刻む。時間細かく配信は多くが星集まりやすいかな。まず18180本っていう数字をどう割るか。時間前の日に発表、確かに、確かに昼はこれ、朝のピークは7時から8時、昼は12時から13時。ちょっと有益な情報が集まりすぎていて、ちょっと待ってください。もうとりあえずスケジュールが余裕があるときは刻んだ方がいいんですかね。1時間は効率悪い。あ、なるほど。
口集め制限があるから時間の感覚は気をつけた方がいい。めっちゃ刻む。確かに。刻めるときはめっちゃ刻んで、難しいってときはちょっと開けて。え、どれぐらい間を空けたら欲しい？3週とかね、なんできるんですかね。ねの正確なタイム管理がめっちゃ必要ですよね。そうですよね。3週は3時間空ける。あ、頭がこんがりがりそう。まず当時と違うことはイベント中有料ギフトが星の 2.5 倍になってる。ほえなるほど。たくさん情報ありがとうございます。ルール変わったんですね。皆さんありがとうございます。もう一回考えたいと思います。ちゃんと考えたいと思います。もし考えたの皆さんにお披露目して全然ダメやんってなったらすぐ教えてください。基本1回30分以下がいい。え、もしさ30分とかで空いとったとして、その間の時間はどれぐらい、ほんのちょっとしか開けれんかったとしても30分で切った方がいいんですか？確かにちょっとテロップに。1時間以上空ける。なるほど。なるほど。お、なるほど。19時から19時半の次が20時5から20時35みたいな感じ。
なるほど。こんなにややこいんだ。とりあえず初日は25日の5時からなんですけど、25日がお話し会があって、だから多分全然開けれんくて帰ってきてってなったら、あーでも休憩時間にさせてもらえるか、いやん5時から夜景、休憩時間に 6分とか7分だけやって、その後何時間か空いてやるっていうのでも効果あるんですか？なるほど、ありがとうございます。皆さんたくさん教えてくださって本当にありがとうございます。そう、25日からの内部さんの、話をしてるんですけれども、ネットで調べたら3時間制限で、ありがとうございます。ちょっともうたくさん教えてくださってありがとうございました。これは9枚目のカップリング曲に入るっていうのなんですけど、なんか今まで私はショールームイベントとか、あのランウェイとか、あの雑誌のモデルさんとかのショールームイベントあったじゃないですか、この 4,5 年の間にいっぱい。でもそう、
すごい雑誌とか出たいしラーメンとか歩きたいっていう気持ちももちろんあるんですけど、だったらあの皆さんファンの方とそのお金でなんか生々しいですかそこにお金を出してもらうじゃなくて、お話し会とかなんかライブとか遠征費とかたくさんあるじゃないですかもうそうですから生々しさ、そうなんかそっちでなんか使っていただきたいなと思って、なんか雑誌とかラーメンとかは自分のなんていうんですか力で掴みたいって思って参加してなかったんですよ今まで。そうで今回もそのショールームイベントってすごいもう飛び交うというかなんていうんですかね、なんかイメージがちょっとあって、そうなんていうんですか、だからちょっと悩んだんですよ、なんかめちゃくちゃこのカップリング曲になるとかこのメディアとか衣装 MV PR アンバサダーっていうの見てすっごい参加したいと思って、そうでもショールームのイベントでファンの方に無理させてしまうなとか思って悩んだんですけど、でもここで参加しなかったら本当に後悔するし、その選ばれた5人を見てすごい悔しくなるだろうなと思ったし、このイベントはなんかもちろん雑誌とかランウェイとかもファンの方に結果をたくさん見ていただけると思うんですけど、特になんかいろんな場面で皆さんに見ていただけて、応援してよかったって思ってもらえそうだなと思ったので、参加を決めました。そう。参加するからには一を目指したいという気持ちがあるのと、この1位から5位に入ったら曲がいただけたりするけん、1位から5位に入れたらいいんじゃないっていう考えの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、1位だとセンターなの、あ、そうです、もう順位順にあれが決まるんですけど、なんか曲って一回きりとかじゃなくてもうずっと、そうずっと形に残るじゃないですかっていうふうになった時に、やっぱりセンターで歌いたいと思って、みんなで掴んで、なんかめっちゃ思い出の曲今までもいっぱいあるけど
ぱいあるけど、その中でもより濃い思い出の曲にしたいなと思って、1位を目指したいと思いました。25日から31日までもう早寝早起きして本気で挑みますので、皆さんどうか応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。っていうこのイベントにの話がしたくて、この時間に配信いたしました。発表されたから、もうね2日後から始まる。なんかいろいろ皆さんにと話して企画とか決めたり、なんか私初期の時に早口言葉配信みたいななんかよくわかんない配信とかもしてたんですよ。とかしりとり配信とか、そうそういうのね、料理配信ねしたいと思ってます。いろいろ企画して普通にめっちゃ素の私生活を見せちゃうかもなんですけど、いろんな私を見ていただける充実した配信にできるように頑張ります。そうですね、久しぶりにぽやぽやぽやーな私が
現れるかも。寝落ち配信してもいいんやで。でもなんかあのルールみたいな、ルールというかあのショールームのこういうイベントですみたいなのさっき見てた時に、なんかラジオ配信禁止、寝落ち配信厳禁みたいな書いてあってそう、寝落ち配信すごい禁じられてるって思いました。から寝落ち配信はしないです。そう、こんな公式的に書かれとんやと思って、うん、びっくりした。確かに寝落ちといえばみっちょ面白い。そうですね、明日はクリスマスコンサート、とっても楽しみです。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、今夜は楽しいクリスマス、はい、ジングルベル、ジングル楽しみね、ホワイトクリスマス、こんなにホワイトなクリスマス広島で過ごすことなかなかないから、本当あったかなってぐらい今まで、めっちゃ楽しみ。明日はね、クリスマス一色な STU を見ていただけたらと思います。マジ？広島ホワイトクリスマス、え、めちゃくちゃホワイトです、やばいです今広島、本当にやばい、もうガク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 震えながらいました。あ、そう、ブラディさんが今日発売です、イエーイ。皆さんも見ていただけましたか？本当にスーパーハイパーナチュラル、そうね、超自然体ですよね。そう、皆さんぜひ見てください。オフショットもこれからメールとか SNS で載せておきますね。綺麗だと嬉しい。すごいクリスマス仕様だ今さら。皆さんありがとうございます。今の笑いは何かというと、明日披露する曲を歌いそうになってとどまった
ね。明日はね、亀子席もあるので、亀子さん、亀子の皆様、亀子様可愛く撮ってください。自己側乗せないでくださいしみ。髪型は明日はおろし巻きをしようと思ってます。おろし巻きをしてるので見つけてください。高めツインはねもうね断言できますね、もう 100% しません TBC 当たった、嬉しい。即今日登録 TBC 瀬戸内ピアラ舞台。はい、9枚目のカップリングに瀬戸内 PR 舞台の楽曲も入ることが決定していて、そう、あ、この参加するナイーブさんののも1位を目指してるんですけど、1位になってそういろんな曲に参加したい。来年もう5回もちほちゃん見れる、早っ、はい、もう5個も決まってるんですか、嬉しい。私でさえもう5個もあるの分かんない。あ、分かった、1月1日とあのピューロランドのキャラクターさんたちとのやつとキーディッシュかな。あ、チャートリも結構決まってますね、もうライブ楽しみ。そう、ピエール舞台の投票もね、前回というかそう、今回9枚目に向けてのピエール舞台の投票も前回あってですけど、そう、このイベントも本気で参加するっていうのが皆さんに負担になってしまうかもしれないんですけど、一緒に掴み取りたいですよろしくお願いします。
なんか今日バブみかん、ほんまに今日はお化粧してないです。リップしてこれチークしてるように見えるんですけど、今ねもうめちゃくちゃ肌荒れしてて、メールでちょっと送ったんですけど、ジンマシンの薬病院行ったら薬が合わんくてめっちゃ肌荒れして、もうほんまにもう今世紀最大、今世紀最大なくらい肌荒れして、で今日また皮膚科行ったんですよ、別の皮膚科。そこでジンマシンの薬と普通にこの顔の塗り薬もらったんですけど、別のほんまにショック、もうねすごいんですよ今、すっごいすごいんですよめっちゃショックなんですよ、本当にショックそやけさ、明日めっちゃ久々にメイクするんですよ、4日ぶりぐらい。ずっと最近はレッスンばっかりであれだったけん、やけんもうメイクのりがめっちゃ悪そうで不安。カメ子さん可愛くフィルターとか加工して載せてくださいそう、そう4日間もあるけど治るかなと思ってたんですけど治らんかった。でもさ毎回もうカメ子さんが撮ってくださるやつさ、なんかほんとすごいですよね、なんかさほわーってなってる感じ、ほんとにすごい、ちゃんとうまくやるから安心してるありがとうございます、どうぞよろしくお願いします。明日楽しみだな。今広島雪降ってる。今はどうか分かんないけど、私が外にいた期間、今日は降ってなかった時がなかったですね。本当にみんなが想像してる広島の何倍も雪、びっくりした、ほんまに。そう、じゃあそろそろ終わりたいと思います。あ、投票終了しよう。おーすごい、ほぼ半々、 51.5% が1、1がちょっと多かったですね。じゃあランキング読みます。と20位ケン木崎さん、19位レオ香港さん、18位ヒチコウさん、17位ムムさん、16位博士くんさん、15位ヒロロンさん、14位ホアンさん、13位チホンヌマルさん、12位おいでます元気さん、11位ジャンケンさん、なんか変なイントネーションになっちゃった、じゃんけんさん、10位ジュノラゴさん、9位トッシーベビーさん、8位今すんごい顔しちゃった、変わっちゃった。じゃあ9位の方まで読みます。とレオ香港さん、ヒチコウさん、ムムさん、ガッチャンさん、ヒロロンさん、ホアンさん、チホンヌマルさん、おいでませ元気さん、じゃんけんさん、トッシーベビーさん、ヨッシーさん、イギータさん、ありがとうございます。8位、甘神、8位井上義弘さん、7位博士くんさん、ラッキーセブン、6位トトミッツさん、5位ジュノラゴさん、4位キョンシーさん、3位のぞみ4号さん、スリースリー、ツーケンさん、ツーツーツー、そしてそして第1位はピューヒ
陽一さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。ありがとうございます。はい、ということで皆さん今日は、見に来てくださってありがとうございました。今日はそのナイーブさんのショールームイベントに参加するぞ、頑張るぞという配信でした。またメールとか SNS とかでもお伝えしますので、皆さんの力を貸してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。明日はクリスマスコンサート楽しましょう。それではバイバイ、おやすみなさい。